午前3時30分現在の道路交通情報をお知らせします。東北道を宇都宮方面へ向かわれる方に通行止めの情報です。岩槻インターから久喜白岡ジャンクションまでの区間で工事を行っています。この影響で岩槻インターから久喜白岡ジャンクションまでの区間で通行止めになっています。その他この時間東関東道東京方面には交通に支障のある事故や渋滞の情報は入っていません。引き続き安全運転でお願いします。ネクスコ東日本よりお伝えしました。